恋愛ニート忘れた恋の始め方。おめでとうございます。案の定亮演じる相沢奈々子の妊娠が発覚、ね、なんと15週目に入ったところ、つまり妊娠4ヶ月、はい、そして予定日は7月10日、うん、最終の生理開始日から単純に280日を足しているだけなんで、うん、相沢奈々子の場合は去年の10月4日あたりを最後に生理がなかったってことになるわけで、はい、そうなると、うん、いくらなんでも遅すぎるなとか自分で感じてね、うん、ちょっと疑ってみるっていうようなことがあっても良さそうなものなのにね。そうですよね。でも3ヶ月4ヶ月だら結構そのつわり的なことも出てきてるんじゃないですかねえ、はい、でまあそういうちょっとした不自然さがあるっていうのは、うん、まあこれちょっと致し方ないんだけど、はい、まあとにかくね、うん、相沢奈々子を演じている亮自身が現在妊娠中ということでね、はい、昨年12月7日の公表時には妊娠5ヶ月、うん、でまあ実はこの時このドラマ恋愛ニートへの出演決定も報告したということで、はい、本人のコメントではね、うん、偶然妊娠した役をいただきましたのでこれもご縁だと思い今しかできないリアルな姿で出演させていただくことになりました。私とこの子の2人分の役ですのでより力強く演じきりたいと思います。でプロデューサーの方も、うん、妊娠が発覚するのはドラマの中盤で亮さんのお腹も膨らみかける頃まさに等身大の姿で演じてほしい。はい。まあこれ制作サイドとしてはこういうドラマを作ろう、そして女性3人の中には途中で妊娠っていうことが分かってでもその相手とはもう完全に別れてしまっている、しかも彼の方は新しい恋を始めて結婚にまで至ったと、ねえねえ、うん、だからもう今更ね、うん、実はお腹の中にあなたの子がっていうのもっていうそういう葛藤をまあ描きたいと、はい、でそういう役には同じアラフォーの亮がぴったりというふうに思ってオファーをかけたのか、うん、そういう、まあ、妊娠とかいう設定ではなくてとりあえず亮にオファーをかけたらなんと妊娠ということが分かったんでさっさとねストーリーの方をいじったというかどうなんでしょうね。ねえ、うん、でまあちなみに亮の出産予定日っていうのは5月頃のはずでね、はい、劇中での妊娠発覚の撮影は1月中だったとして妊娠6ヶ月の頃なんで、はい、まあお腹が目立って当然と。そうですよね。うん、まあ亮の妊娠を知ってる目で見てるとね、あやっぱり目立ってきたなとかね、いかにもマタニティなそういう服装が多いなとかね。そうなんですね。でね、その前から妊娠してるっていうのを聞いてたじゃないですか、うん、でドラマの中でねこうちょっと手伸ばしてみたりとかしたら、ああ大丈夫かいなってこう、はあはあ、気になるんですよ ね、 ね、安定期に入ってるんですかそれぐらいやったら。もうもうね6ヶ月ということであればね。ああなるほどね、うん、でもなんかもうねこう最近流産とかの話も多いんで、そうそうそう、ドラマとはいえそんなんしたらあかんやんとか思うシーンがようあったんですけどね、うん、まあねクランクインはね妊娠5ヶ月目ぐらいなんで、はい、本当に大事にしなければならない3ヶ月4ヶ月っていう時期は過ぎて安定期には入ってたんで。なるほどね、うん、でもやっぱり現場ではね、はい、亮の体調を気遣いながら撮影も進めてたと思うんでね。そりゃそうですよね、うん、もしそんなんで何かあったりとかしたら大変なことになりますからね、うん、でまあ亮の方もね初めてのお子さんじゃなく第二子なんで、ああ結構容量も分かっていて、うん、そう、うん、だからまあ引き受けることにしたんだろうし、はい、せっかくだったらリアルなお腹で演じたいというね、うん、ただ逆にねドラマの中では出産までを描くっていうことはなさそうと。そうでしょうね、うん、実際にね亮自身の出産が5月頃っていうことになると、はい、当然ねドラマの撮影は全て終わってるわけで、はい、でお腹が大きいのをこれちっちゃくするわけにはいかないんでね。そりゃそうです、どんどんでかなる一方ですからね、うん、だから最終回は本当に大きいままね、はい、それこそもうじき臨月なんていうような時点で終わるんだろうと。でしょうね、うん、でその時、うん、その横に誰がいてくれるのか、誰なんですかね。爆笑問題の田中裕二扮するタダッチがいてくれるのか、それっぽいですけどね今のところはね。ねえ、ところで亮、はい、自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューでは、はい、実は恋愛ニートという言葉は知りませんでした、私の親友で40歳の女性が何人かいるんですが彼女たちには彼氏はいないんですけど、それは恋愛に臆病になっているからということではなくて仕事が楽しくて恋愛をする時間がないという感じに見えるんです。でも本人たちは彼氏を作らなくちゃとか子供が欲しいとか言って恋愛をしたいと思っているようなんですけど、その割には仕事が楽しそうなんです。彼がいなくても幸せそうですよ。
それと女子会じゃないですけど、友達の女性と食事へ出かけたり家で集まったりしますけど、恋愛の話はほとんど話題に出なくて仕事の話ばかりなんですよね。あまり男性の話は出てこないので、今回のドラマで描かれている女子の集まりとはちょっと違うかもしれないです。まあ実際ね、アラフォーの女性たちが集まればね、すぐに恋バナばっかりっていうのはこれちょっと違和感あるというかね。まあまあね、そりゃそうですよね。で、今の男性っていうのはあんなもんですか、どっかでスイーツ食って楽しんでるみたいな男たちっていうのはまあ仕事帰りに飲みに行くっていうことが少なくなってるっていうのも事実でね。あ、そうなんですかね。まあね、だからといってね、甘いものを食べに行ってるとは限らないんですけど、そうですね。まあすぐね家に帰ってそれこそゲームをしたりとかね。あー、ゲームは多そうですね。意外と一人でね自由な時間を過ごすっていうのが好きな、そういう若者が多いっていうのは、時代なんですかね。ということで、はい、恋愛ニート気になる視聴率なんだけど、この前の第5話はなんと 7.1%。 あらねえ、ちょっと恋愛も始まって楽しくなってきてるんですけどね。ねえ、ということで、恋愛ニート忘れた恋の始め方、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。